アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影を取るために一羽生えた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やりちゃです。令和5年10月9日、場所は兵庫加古川陸上競技場にて、2023 X3 リーグウエスト公式戦となります。サイドワインダーズ対琉球ガーディアンライオンズの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。両チームすでにその試合に先立ったウォームアップを終えまして、試合開始の時を迎えようとしております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っておりますのが、本日はホームチームとして参戦している形になっておりますサイドワインダーズ。本日はホームカラー黒のユニフォームをまとっております。こちらは1970年の創部、関西社会人最古の歴史を誇る、その伝統ある強豪チームです。近年にありましても X1、X2 においてその健在ぶりを発揮しておりましたが、昨シーズン惜しくもその入れ替え戦において敗戦を喫し、今シーズンは無念の X3 という形で参戦しております。しかし今季は後ほどご紹介しますが、非常に大きなシーズンとなっています。このチャンスを生かし再び X2 に戻り、その権威を取り戻さんとしてこの一戦に挑んでおります。対しまして反対側、バックスタンド側に陣取っておりますのが琉球ガーディアンライオンズ。こちらは遠く沖縄に設立しました、参戦しているチームです。設立は2020年コロナ真っ只中の状況で設立し、そして X3 参戦を決めました。沖縄米軍チームと渡り合うなど、さまざまな形で国内ではありえないような練習環境及び試合環境を手に入れながら、その自力を蓄え現在 X3 に参戦しております。昨シーズンはその参戦初年度3勝3敗の成績に終わりましたが、今季そのビッグチャンスをものにし、一気に X2 に昇格戦とこの一戦に挑みます。今シーズン X3 は大きな節目となるシーズンになりました。来シーズンより X1、X2 含めまして大きくリーグ編成が変わる形になりますが、今シーズンは X2 ウエストは 1ブロック6チーム、X3 は2ブロック13チームの編成になっておりますが、来シーズンこれが大きく変わります。 X2 は2ブロック10チーム、 X3 は1ブロック7チームと変わります。つまり現在ありますチームの13チーム中6チームが自動的に昇格するというビッグシーズンになりました。13チーム中1チームが今シーズン参加不可という形になりまして、12チーム 2ブロックの編成になっていますので、必然的に勝ち越せば X2 に上がるという非常に大きなチャンスとなります。これをものにすることになる、そのさまざまな葛藤を踏まえながら、この一戦もご覧ください。さあその試合に先立ちまして、審判団入り、両チームの首脳陣招かれております。これより試合開始前のコイントスが行います。手前側ホームチーム扱いになるサイドワインダーズは幹部3名、そして琉球ガーディアンライオンズは4名でこのコイントスに挑みます。
コイントスの選択権はサイドワインダーズが取りました。琉球ガーデンライオンズキックオフ、サイドワインダーズリターンで試合が始まります。両チーム首脳陣握手交わしまして、これより試合開始を迎えます。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行います。両チーム試合前の檄を飛ばしフィールドに散りまして、まもなく試合開始となります。まず試合は琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合開始となります。キックオフを務めますのは琉球50番の高見沢。明治学院大学出身のプレイヤーです。今季沖縄におきまして、もう1チームできました宮古島シーホースから、今シーズン琉球に参戦し X3 挑戦を果たします。さあ、このキックオフを果たしてサイドワインダーズどのように対処するでしょうか。まもなく試合開始です。さあ、サイドワインダーズリターンに入ります。軽やかなステップで中央切れ込んでいきまして、リターナー7番自陣24ヤード付近を確保しました。この位置からサイドワインダーズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権継続を果たすか、その間に相手陣奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはサイドワインダーズの攻撃です。ボールオン自陣25ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあ、まずは後方にいましたランニング枠にハンドオフしまして中央突破を図ります。ランニング枠7番タックル受けながら中央なだれ込んで約4ヤードのゲインを果たしています。ボールを持った選手が倒れるまでが1回の攻撃獲得距離となります。先ほど4ヤード進みましたので、次は2回目の攻撃、残り距離6ヤードの状況に変わります。サイドワインダーズセカンドダウン6、ボールオンは自陣30ヤード。パス成功、ファースター。今度は攻撃開始点から一度だけできる前パスをオフェンスチーム敢行しました。クォーターバックが投じたパスをワイドレシーバー12番見事にキャッチし攻撃権更新です。トータル最初の開始点より10ヤードを超えましたので攻撃権はリセットされ1回目に戻ります。サイドワインダーズファースター。このように4回の攻撃権を駆使し攻撃権更新を繰り返すがエンドゾーンタッチダウンを狙います。さあ、攻撃権1回目に戻したサイドワインダーズ自陣41ヤードからファーストダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。入れ替わるようにランプレーを投入しましたサイドワインダーズ。しかしこれを琉球54番見事に対応しまして、このランを阻止しております。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。見事な対応をしましたのは琉球54番の村田、防衛大学出身のルーキーです。
さあディフェンスで勇気を見せましたが、サイドワインダーズ次の2回目の攻撃どのような選択とするでしょうか。ボールオン変わらず自陣41ヤードからセカンドダウン10。さあパスが通っている、ナイスキャッチ、ファースト。今度はパスプレーに変えました。左に展開していたワイドレシーバー12番にパスを通しまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト。サイドワインダーズランパスを織り交ぜる非常にバランスのいい攻撃を展開しています。ボールは相手陣に入りました。サイドワインダーズ相手陣38ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック19番一気にエンドゾーンを狙うロングパスを投じました。ターゲットは先ほど好調なキャッチを繰り返しているワイドレシーバー12番でしたが、これはオーバースロー。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いましてサイドワインダーズ獲得距離なくセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10。ボールオンは相手陣38ヤード。ここでサイドワインダーズオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバックがキープを選択しました。相手タックルは来ましたが、しかし見事かわしまして約4ヤードのゲインとしています。クォーターバック19番は色、こちらも防衛大学校出身のプレイヤーです。サイドワインダーズサウダン6、ボールオンは相手陣34ヤード。ナイスキャッチ、ファッサー。今度は右に展開していた2番への短いヒッチパス、ほとんど前進しない位置に横パスの形の前パスを通しまして、ここから24番キャッチアンドラン、タックルかわしまして攻撃権更新しました。サイドワインダーズファッサー、見事なステップで攻撃権更新を果たしたのはサイドワインダーズ24番の井上、大阪経済大学出身のチームキャプテンです。チャット内も多くの方々の応援メッセージありがとうございます。ぜひチームを鼓舞するためにもこれからもメッセージをお願いいたします。パス不成功。ここでクォーターバック19番一気にエンドゾーン狙わんとするパスを中央に投じましたが、これは琉球29番がパスカット、あわやインターセプトになるかという素晴らしいパスカバーを見せました。見事な対応をしておりますのは琉球ガーディアンライオンズ29番の中村、城西大学出身。さあしかしサイドワインダーズの攻撃継続、ボールオンは相手陣22ヤードからサイドワインダーズセカンドダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。ここでランニングバック7番の走力を生かした左オープンへのランを選択しました。しかしこれに琉球8番見事対応してチャージかけまして、このランを阻止しております。約2ヤードほどロスを奪いました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事それを果たしましたのは琉球8番の根島、千葉科学大学出身。しかしここでペナルティーが発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと、イエローフラッグ、
反則発生を意味します。先ほどはオフェンスチームサイドワイナーズに反則がありました。しかし先ほどのプレーでロスを奪ったことを利用する形でこの反則を琉球は取りません。結果的に攻撃は一つ成立する形になりましたのでサイドワイナーズ3回目の攻撃に入ります。ここでクロック対応で前半、第1クォーター残り時間3分57秒に時計修正が入ります。キキ様、細川敦子様、町田様、さまざまな方々にメッセージをいただいております。読み上げることが追いつかないほどのメッセージが来ております。大変嬉しく思います。島山様ありがとうございます。お名前をお読みするのが難しいお名前なのでちょっと残念ですがもう一方メッセージもいただいております。非常にありがたいと思っています。失礼しました。ヨミネ様ですね。メッセージありがとうございます。お父様が本日試合に参戦しているということですね。時計は3分57秒に訂正が入っております。さあ試合再開です。サイドワインダーズサーダウン15。クォーターバックパスを投じんと下がりました。しかしこれを見計らいまして琉球66番が一気に殺到。見事これを仕留めまして9位策パスを投じる前に倒しました。サイドワイナーズフォースダウンに変わります。見事9位策しましたのは琉球ガーディアンライオンズ66番の町田。広島三育学院高校出身のプレイヤーです。さあこの最後の攻撃権ですがサイドワインダーズ体型変えてパントフォーメーションを取ります。ここでホイッスル。サイドワインダーズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。サイドワイナーズここでミスを犯してはならないとここで一旦チームを落ち着かせるため自らまず前半1回目のタイムアウトを取りました。この配信は X26 チーム X313 チーム計19チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけました多くの企業様、そして多くの個人様のご寄付、ご記者、ご支援によりましてこの企画は実現いたしました。現在画面上にその方々が映し出させていただいております。そのご厚情大変感謝申し上げます。
この企画によりまして、この会場にお越しいただくことが叶わない方々にも、この試合をご覧いただくことが可能になりました。今後ともこの企画を継続したいと思います。ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ、試合再開となります。サイドラインダーズ、最後の攻撃権、フォースダウン。フォーメーションを変え、パント4を蹴ります。パントフォーメーション。パントはキックによる攻撃放棄ですが、さあ、陣地挽回、図ることがなるでしょうか。ここはあまり大きなパントを蹴らず、あえて短めのパントを蹴りまして、できる限り陣地優位な形で攻撃権を譲渡する形にサイドワインダーズ成功しております。琉球陣自重2ヤードあたりで攻守交代となります。しかし琉球、まずサイドワインダーズの最初の攻撃シリーズを見事無得点で終わらせる形に成功しました。さあ、今度は琉球ガーデンライオンズの攻撃になります。自陣12ヤードから琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。さあ、まずランプレーから入った。何枠にハンドオフをしまして中央突破を図ります。キャリア33番、タックル受けながら約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。キャリアとなりました33番は中本、関西大学出身、かつて甲子園ボール制覇を果たした当時のメンバーです。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン7。さあ、再び中央へのランプレー。今度はパスに見せかけドロープレー、その裏をつくランプレーに展開しました。相手のディフェンスの裏をつくように中央を切り込みまして、何枠33番約6ヤードのゲインとしています。キャリアは同じく中本です。その同期に現在 X1 でも大きく活躍をしておりますお隣福岡サンズの代表でもある吉野監督をその同期と従え、そしてその志に続かんとこの一戦に挑んでおります。さあ、再び中央へのランプレー。この判定はどうでしょう。攻撃権更新です。失礼しました。攻撃権更新には至っておりません。わずかに届かずフォースダウンに変わります。琉球フォースダウン残り1ヤード、フォーメーションを変え、こちらもパントフォーメーションを選択します。これもリターナーの手前に落とす絶妙の位置にパントしまして、サイドワインダーズ陣40ヤードで攻守交代となります。双方ともその最初の攻撃シリーズは結果的に無得点として終わりました。さあ、ともにディフェンス奮闘する中ではありますが、この状況を突破することになるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。攻撃権はサイドワインダーズに移ります。サイドワインダーズ自陣40ヤードからファーストダウン10。パス不成功。まずサイドワインダーズ初手をパスで展開しようとしました。内側に切れ込んできたレシーバーへのパスを投じましたが、これは琉球1番がカバーしており、パス不成功となっています。見事なカバーを見せましたのは琉球ガーデンライオンズのコーナーバックディアズ・ビクター、中部商業高等学校出身のプレイヤーです。これでデータを確認しました。
サイドワインダーズ自陣40ヤードからセカンドダウン10。ナイスパスカット。再びパスによって突破を図りましたサイドワインダーズ。しかしこれを琉球92番が見事にこのパスをカットしまして、パス不成功となっています。素晴らしいパスカットを決めましたのは琉球92番のゲイブ・エドワーズ、ロネラ高校出身のチームキャプテンです。サイドワインダーズサードダウン10。パス成功。さあこの判定どうか。攻撃権しかし更新にはなっていない。プレッシャー、しかもサードダウンの厳しい状況ながらワイドレシーバー12番見事にコマスをキャッチしています。しかしわずかに攻撃権更新は果たせませんでした。フォースダウンと変わっています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、サイドワインダーズ0点、琉球ガーデンライオンズ0点。攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。